らこんにちは、 X フラッグの中の人、アニメ担当の DX です。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。私はですね、ニコニコ超会議にね出演したり、あとはアベマ TV に出演してすごく充実しておりますね。あとは今はモンストがセイントセイヤコラボをしているので、皆さんさらに盛り上がってるのではないでしょうか。サガにね勝つようにガンガン鍛えていきたいと思います。そしてですね、モンストアニメ第21話見ましたか。新キャラクターの二階堂純ちゃん、目がねなんかちょっと赤くなってたので怪しいなと思いつつ、まさかね桜の使い手だったとはすごいびっくりしました。ですごい好きなのが、モンスターが出現する時のあの演出がね、それぞれのモンスターの世界観があってかっこいいですよね。22話も楽しみになるんではないでしょうか。それでは今週のモンスターアニメ22話は、本来の力を発揮することができず力尽きる龍馬、あっけない幕切れに困惑する蓮の傍ら、真っ向から勝負を挑む葵とナポレオンの逆転劇が幕を開ける。果たして勝負の行方は。第22話、危険桜吹雪、土曜日19時配信、見るのである。ご視聴ありがとうございます。まだモンストアニメ公式チャンネルを登録されていない方は登録をよろしくお願いいたします。またスマートフォンからご覧の方は、この動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録をお願いいたします。パソコンよりご覧の方は、この画面にある登録ボタンから登録をお願いいたします。そしてモンスト公式チャンネルもよろしくお願いします。ではよろしくお願いします。